ガオー浜田山、虎の子不動産です。こんばんは。今年も大井川鉄道本線を機関車トーマスが走る。エボクトーマスでおなじみの恋とともに、新金谷駅を出発進行、夏の風物詩です。本物の蒸気機関車が走る大井川鉄道の夏の風物詩といえば、機関車トーマス号。 2020年はコロナの影響で走るのだろうと気をもんでいたところ、えー、6月下旬から10月中旬まで延べ68日間136本の運転が決まりました。大井川鉄道に乗り換え、機関車トーマス号の始発駅、新金谷駅に降りました。えー,ーっと汽笛が鳴り、 水着の蒸気機関車が入線しました。機関車トーマス。それではお先に失礼します。